皆さんこんにちは、釣り吉健ちゃんでございます。今日はですね、舞鶴湾サバカの伊方に来ております。ご覧の通りね、あの YouTuber のチヌドラフさんとのね、今日はコラボ調子になっております。果たしてうまいこといくんでしょうかね。もうね、日本海寒いですからね、練炭持ってってね、カイロ貼っていかないとね、地獄ですよ。さあ、いかだに着きましたんでね、それではね、ここでちょっとね、チヌドロフさんのご紹介いたしましょうか。これはね、チヌドロフさんのテーマ曲ですね。非常に真摯な方でね、かっこいい方でした。ね。こちらの方ですね。そしてね、チヌドロフさんのね、番組の方もね、こちらになります。はい、YouTube チャンネル、おチヌたくさん釣ってますんでね、ぜひともご覧になってくださいね。さあ、冬の日本海はね、特に寒いですからね、練炭、カイロ、そしてね、車は滑り止めを持っていくなどしてね、十分な用意してね、行ってください。こんなね、濡れそぼったらもう一日ね、ガタ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 震えることになりますよ。サビ。やっぱり餌も取られんな。行き当たりばったりだったんか。わからない、一匹だけだったんじゃないですか。もう。まあね、折っても食わなきゃおらんのと同じなんでね。サビ。パンを食います。パンです。こんなしょうもないことする動画いらんてか。パンです、パンです。魚みたいに持ってる。場所変わったらこんなに簡単に釣れんのみたいな感じですからね。サトリがオキアミだとついてる。フグがあるんだ。フグいるんだったら今度はあれにしたら、サナギにしたら無視するくせに。フグの腹にかかってるような雰囲気。
やっぱりフグだ。フグだ。いい引きしてるフグが。いい引きするね。うん、でかっ。でかいわ。今日はこれ決定だな。また二日連続。あの栄キラーこんなの食った。辛いと思った。おっ、これは間違い。引きやないですか。まあまあ。うん。連発行きましょう今から。昼飯食ったのが良かったかもしれない。昼飯食ったのが良かったかもしれない。ああ、そうかもしれない、ね。人間が昼飯食って、ちょっと手配を消しただけ。もう何がいいかいいかな。え？どこに残ってる？タデの日ですけど。はい、チーズ。ありがとうございます。シンゴがめちゃめちゃでかい見えます。外れた。大きかった。
たな今のは。外れた。あれ、俺外れるなんてめったにやらないんだけど、なんでだろう。切れとるわ、なんでやろ。切れてますとか言ってくれ。言っても、ちっとも言い訳になんねえって話で。切れてます。なんで切れたの？ 2 号が切れるって気づいてたんかな。おかしいな。絶対や。うん。こすってない。何も釣れてないからね、こすってないし、おかしいな。疲れた。もうヘトヘトだ。出来上がりだ。綺麗ですね。ねえ、このタイも干物にするとね、うまいんでね、これね。ええ感じの干してありますよ、これ。ねえ、今日外でね、5時間ぐらい干したんですけどね、いい感じですよ。ほれ。綺麗なツヤツヤした身でね、油も乗ってたんでね、今日これね、今から焼いて食べたいと思います、これをね。じゃじゃーん。これね、本日の成果でございます。美味しそうでしょう。ね、こちらがね、チャリクの干物ですね。英語屋に焼けてます。そしてちょっと刺身には小さかったんですけどね、久しぶりにお刺身もこれね食べたかったんでね、これチヌの刺身ですね。はい。そしてちょっとだけつけましたよね。これをいただいていこうと思います。はい、ではね、いただきたいと思います。まずはこちらから。いただきます。うわー、うまい。やっぱ冬はこれね、もうちょっとだけ。ね、もうちょっと飲んで、胃がこうね、熱くなってこないとね。うまかったです。で、私ね、この、タイのね、これ、干物ね、これがね、食いたかったんですよ、ちょっと。ほら、うまそうでしょ、これ。またこれ、ちょんちょんちょんってやる。ちょん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 。美味しそうでしょ、これね。いただきます。うまい。うまいです。ちょうどいい塩梅ですね、これね。これ、うん。
あー、うまいわ。うん、カエデの干物もね、美味しいんですけど、やっぱりね、このタイはいいですよね。私ね、タイ好きなんですよ。はい。でね、刺身の方もね、せっかくだから、小さいチヌなんでね、そんなに大きい身は取りませんでしたけど、ちょっとね、久しぶりなんでね、これね、こっちから行きますか、チョン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 とね、これちょっと食べてみますね。いきますよ。うん、怒っちゃった。うん。うまいっすね。うん。うん。おいしいおいしい。うん。脂のりがね、いいです。やっぱりチヌはね、秋の魚ですね。秋おいしいですね。脂乗ってるんでね。うん。なんでこのまあ、ね、タイがまた美味しい。うん。今回ね、YouTuber のチヌ道楽さんとね、ご一緒させていただいたんですけどね。まあね、私の方にしかチヌは残念ながらかかんなかったんですけどね。まあ一緒に釣りに行ったらね、やっぱりお互いね、釣らなきゃダメですね。うん。これがね、一緒に釣りに行くっていうね、意味だと私は思ってますんでね、勝手にね。うん。今度はね、多分、今度一緒に行かれた時はね、ボコボコに釣ってくれるとは思うんですけどね、はい。でもね、一日中ね、べちゃくちゃべちゃくちゃ私うるさくね、喋りまくりました。本当申し訳なかったですね。私はね、非常に楽しかったんですけれどね、いい思い出になりました。うん。またね、機会があれば三重の方とかね、和歌山の方とか、あんな方もね、一緒に行ければ楽しいなというふうにね、思っている次第でございますよ。まあね、私にしてみればね、最終情報でね、まあ坊主は免れましたんでね、一匹ちょっとね、大きいの割らしましたけどね、でもね、あれでよかったと思います。ね、あれ釣っちゃいけません。うん、来年も、そうね、頻繁にチヌ釣り行けるかどうかちょっとわかんないんですけれどもね、体の調子もありますから。でも行けるときはできる限り行ってね、またこうやってね、動画もちょっと私自身の記録としてね、残しておくっていうね、目的もありますんでね、撮っていこうと思いますんでね。またね、本年度はここでおしまいになりますけど、来年度もね、よろしくお願いいたします。本年度もありがとうございました。それではね、また皆さんお会いいたしましょう。次初釣りいつになるかちょっとわかんないですけどね。またお会いしましょうね。よろしくお願いします。さようなら。